あ、おはよう。お邪魔します。なあなあケーキ買ってきたで。うんいちごのショートケーキあの君が食べたいって言ってたやつやで。どうええやろ <laughs> しかもさちょっとおっきいの買ってきてもうた。<laughs> 食べれるかなでもさいっぱい食べるやろなそうやろ <laughs> じゃあ冷蔵庫に入れとくな。よいしょっと。これでよしと。 なあなあギュー誕生日おめでとうほんまに一日遅れてもうたけどさほんまにおめでとううん生まれてきてくれて僕と出会ってくれてほんまにありがとうなうん <laughs> ほら君からもギューってしてほらそんな風にさおててブラーンとしてんとさうん、もっと僕のことギューってして ぎゅーしてくれへんのんあれなんかもしかして元気ないうんどうしたん今日誕生日やのになんか嫌なことでもあったもしかしてえ何でもないって言うけど何でもない割には元気なさすぎやろ。<laughs> 言ってみーってどんなことでもええからさ んんかあったんやろうん、ほら早くいいって <laughs> はいじゃあもう教えてくれるまでギューから解放せえへんギュー <laughs>、うんどうしたえお誕生日会やったのに友達から祝ってもらえへんかったえ昨日の話君の誕生日やったのに 友達かから連絡こんかったんあーなるほどなそういうのあるなしかも自分はちゃんとお祝いのメッセージとかプレゼントもちゃんとあげてんのにってなうーんなあーいつも一緒にいるメンバーやから何も言わんでも覚えててくれてるって思ってたんやなうーんそうやななるほどねうーんまあそれはちょっと寂しい気分になるな確かに。 えそれで嫌われてるかなって思ったっていや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 そんなことはないやろ嫌うまではないんとちゃうさすがに <laughs> それは考えすぎやってうんいつもの悪い癖が出てんねこら <laughs> ああもう泣き出してどうしたもうこんなんで泣かんでええよねんって 大丈夫やから君は考えなくてもいいとこまでいつも考えてまうだけやですぐ悪い方向に物事考えるんやから <laughs> まあそれはええとこでもあるけどなうんどうした言いたいことあんねやったら言うてみうん大丈夫やで僕には何でも言ってくれたらええからだって全部受け入れてあげるって言うたやろ ゆっくりででえからな急いで言わんでえでうんうんああ今は言えへんねんなうんええで全然ゆっくりでええからそんな <laughs> まあでもそうやんな自分の誕生日やもんそらやっぱり期待してまうっていたって普通の考えやと思うで うん、そんなんみんな一緒やと思うで自分の誕生日に期待しちゃうことぐらいうん当たり前なことやね <laughs> うんそんな当たり前のことやでああで昨日はスマホ持ってずっとそわそわしててんなうんでご飯も食べんとああそうなんやなうん気が気じゃなかったやな っていうかさそういうのはもっとちゃんとさ僕に言うてくれてええねんでだってすぐにでも飛んできたのにそんなに寂しい気分やったらな <laughs> ほんまにさすぐ遠慮するんやから遠慮するような仲じゃないやんかなうんでもそれでも気になったんやろ僕が仕事で疲れてるんちゃうかなとか気使つかっちゃったんやな ああもう、そういうとこめっちゃ可愛いいけど <laughs>。でもほんまに優しいねんな、そんなとこまで考えちゃって。うん。でもさ、でもな、たまには我慢しないでわがまま言うてくれてもええねんで。もっと気楽にさ。うん。例えば、誕生日やからお祝いちょうだいとかさ、寂しいから今日は会いたいとかさ、どんなことでも大丈夫やねんで。 な。<laughs> あ今の LINE ノートちゃうのちょっと見てみんやんえどうしたんもうまた泣き出してさ <laughs> 結局おめでとうってメッセージきたんほらなよかったなうんえなんて あ,あお祝い遅れてごめんねってちゃんと言いに来たんやなうーんなあ言うた通りやろ君が気にしてるほどのことじゃないねんって <laughs> だからいつも言ってるやろそんなん大丈夫やってよしよしでも気になってまうやんな <laughs> よしよし本当に君は素敵な人やで もうどんなに気使わんでって言っても優しくしてくれんねんもう,、うん、もうほんまに大好きやで <laughs> さてとまあよかったやんそれやったら誕生日会の続きしよううんできそううん <laughs> よかった